どうも、小川水道メンテナンスの花です。今日はですね、某所で排水管の高圧洗浄をやっていくような形になってるんですけども、外すと床がこのサンリーゴムがついてるところなんですよね。で、配管が立ち上がってるのが、この1階の床より全然下のところに立ち上がってるんで、通々なんですよ。台所の今、蛇腹ホースが外れちゃってたので、外れてたというより距離が短かったので、何年分かの水が今床下に溜まっちゃってる状態なんですよね。これが排水管なんですよ。この立ち上がってるグレーのやつ。だいぶこれで内側をきれいにしたんですよね。で、はい、業者さんの方も水道管、排水管がやっていただくときに、はい、ドラッグを少しかけながらやっていただいたので、はい、はい、でこっち側の前に残ってる状態、あとポンプですね。はいはい。ここはやってやってるんですけども。わお。排水管があるのでどうしても。はいはいはい。あんだけ日にち置いててもこんな感じで湿ってるんですね。まあ入って泥取れるだけちょっと取ってみますね。